では下半身の筋肉を全体的に鍛えるスクワットを行います。準備姿勢として足を肩幅に開いたら手を胸の前でクロスします。バランスが取りにくい場合は手を肩の前に出して行います。準備姿勢が整ったら息を吸いながらゆっくり2秒かけてお尻を後ろに出して体を下げていきます。ももが床と水平になるまで。息を吐きながら1秒で体を元の状態に戻します。ポイントは頭からお尻までを一直線に保つこと。それから膝だけを曲げるのではなくお尻をしっかりと曲げて後ろに出していきます。1回やってみます。はい、吸いながら下げて吐きながら上げます。足を肩幅に開いて手を胸の前でクロスしたら準備姿勢の完了です。体を下に下げていってお尻を突き出します。上に上げます。息を吸いながら息を吐きながら吸いながら下げて吐きながら上げます。ゆっくり下げて早く立ち上がる。ゆっくり早く。お尻から頭まで一直線に保ったまま上下で押して膝だけじゃなくてお尻もしっかりと曲げていきましょう。ラストです。